年の後半のラッキーアクションはって聞かれた時に挨拶って思ってた、うんうん、挨拶なるほどね。4月の上旬この頃っていうのは頑張りすぎない、すごく物事が極端に触れる、うん、出来事が起こりやすいみたいな時期というのが今年は90日くらいあるんです、本日のバイラチャンネルは先生術研究家の鏡隆二先生と水晶さまこ先生をお呼びして2024年度新年度の運勢をお伺いしていきます。皆さんこんにちは、鏡隆二です。よろしくお願いします。水晶さまこです。よろしくお願いします。水晶先生はですね、西洋の先生術ももちろんなんですけど、東洋の占いなんかも本当に幅広くお詳しい、しかもね最近当たるという噂もものすごく当たるんですよ皆さん。新年度の第一印象、好感度上げたいって気にしてる方すごく多いと思うんですけど、そういうのってバイラ世代どういうの気をつけたらいいですかね。今年のラッキーカラーとしてはブルーと、うん、あのイエローなんですけど、ちょっと今日ブルーの花があるのは、お牛だってお花とか植物の象徴なので、一応なんかラッキーアイテムとしての花ということで、この色の服をなんとか見つけてきましただからちょっと皆さんも、ま、色はともかくなんか気持ち上げたいみたいな時は、ちょっとお花柄とか植物の感じみたいなものを取り入れるといいのかなって思うんですけど。ああそうです、西洋先生って言っても牡牛座と双子座っていうところなんで、まあ、グリーンとかブルーとか、うん、それから、まあ、レモンイエローっていうのかな、うん、そういうのが色だっていうふうに言われてるので、まあ、うまくね、トム先生みたいな、そううまく取り入れてくださると、うん、いいんじゃないですかね。あのラッキーカラーって、あの別に全部イエローにしたから大きな幸運が来るというわけではなく、ポイントでいいので、自分の気持ちが上がるものはそれだけでもラッキーアイテムっていう風に考えていいと思うので、東洋の方でも今年って木の絵の辰なので、うん、木の絵って木のことなんですよ。だからやっぱグリーンとか辰年なので、辰は土の木なので、やっぱりイエローとかよくて、いつも東洋と西洋とか掛け合わせて決めてるんですけど、うん、不思議になんかこう十二支とか西洋占星術のものをうまくこうリンクすることが多いですね。だからやっぱりあの似たようなところから人間が発想してるってことなんだと思うんですけどね、うん、バイラ読者の世代として気になってるのが、この新年度に新入社員だったり、うん、異動で後輩が増えたりして、そういった下からの変化っていうのもある世代なんですけど、どのようなこう後輩との関わり方だったり、こう自分に対して起きた変化にはどう対処していけばいいんですかね。5月の26日、うん、幸運の星と発展の星の木星が双子座に入りますよね、うんうんうん、そうするとコミュニケーションみたいなものも変わってくるので、後輩とか新しい人とのコミュニケーションっていうのが、方法も変わってくるかもしれないけど、そういう相手から得るものもすごく増える時期なんじゃないですか。あ、双子座ってコミュニケーションなんですけど、うん、具体的にギブアンドテイクっていうか得する関係じゃないんですよね。交換そのもの、交流そのものを楽しむ星座だと思ってて、うん、赤ちゃんをイメージしてもらえるといいんですけど、うんうん、赤ちゃんになんかこう渡すとすごい喜んでもらってくれて、でその赤ちゃんがまた返してくれて、同じものが行ったり来たりしてるだけなんだけど、それでめちゃくちゃその子って喜んでる顔するし、でそれにを見ている大人っていうかこちら側もめちゃくちゃ幸せになるじゃないですか、うん、でもそれってすごく新入社員と先輩の関係に当てはまらないですか、うん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 、ね、交流を教えてあげたからこの子が高得するとかっていうんじゃなくて、言葉を交わすことだけが純粋な喜びを導くっていうのが人間の最初のコミュニケーションの一つの形だと思うんですね、うんうんうん、でだからそこでなんかこれやってあげないと私舐められるんじゃないかとか、これやらせてあげないとかこつかないんじゃないかとか、そういうこと考えないで普通にいい天気だねとか、なんか素敵だねとか、そういうことだけの実質的な意味のないコミュニケーションを楽しむことって一つポイントかもしれないですね。そうな、だから私今年の後半のラッキーアクションはって聞かれた時に挨拶って思ってた、うんうん、挨拶なるほどね、うん、髪切ったねとか言、うん、うのはちょっとダメなんだよっていうような話って最近あるじゃないですか、容姿に関わるようなことね、そういうのもダメみたいなことになると挨拶自体も若干難しいんでしょうか。けどでも若い人たち同士のコミュニケーションとかだったらそこまで考えなくても大丈夫だよね、うんうん、いいし、それいいね素敵だねとか言って、でそこで終わっちゃえばいいわけじゃないですか。だから、うん、うん、髪切ったねがダメになるのは、髪切ったね綺麗だね、そこからどうしようかみたいな話になるとちょっとまずいわけじゃん。そうじゃなくて、あ髪切ったねどうできたのっていう軽やかなコミュニケーションっていうのが、うん、いろんなところで広がっていくと、それ自体が喜びだし、
ってそこから次の深い関係性に入っていけるきっかけが生まれてくる気がするんですよ。で双子座の次が蟹座、蟹座です。もっとこうハートレベルっていうか情緒のレベルでのコミュニケーションが発生するわけじゃない、うんうん、だからまず今年は軽やかなコミュニケーションが後半にはすごくポイントになるということですね、うん、で今気がついたんですけど、はい、聞くっていうのは一つのね、その聞くの聞くは傾聴の聞くまでいかなくてもいいからアスクって尋ねる、うん、好奇心を持って聞く若い人たちの世代だと単にアスクですね。英語で言ったら Don't hesitate っていうアスク、うん、でも聞くってすごく大切なことで、ね、やっぱりあの 聞かれるってこの人は私に興味を持ってる、うんうん、っていうことを感じるじゃないですか。向こうの人が自分にこうちょっと注目してくれる、ちょっと気にしてくれるってそれだけでちょっと嬉しいことですよね、うん、だから私ねいつも一番人間関係を良くするのは、うん、あの人を褒めることっていうことがあるんですけど、うんうんうん、褒めるって見返りを求めてじゃなくって褒めることを惜しまないっていうか、この言葉ってその人にプレゼントだと思うんですよね。だから素敵とか思ったことはあんまり考えずに話していいのかなっていう。そうですね、うん、双子の代表的なキーワードの一つって好奇心っていうのがあるんですよ。いい意味での好奇心っていうのが大事で、好奇心を持ってないとどこを褒めていいか分かんないから、相手のとすると、いやお綺麗ですねとかなんとかって上辺の言葉になっちゃうから、うん、聞いてればバレちゃう。やっぱりもうちょっとあの注目しないとそういうことが出てこないかもしれないですね。ではバイラ世代ちょっと中堅にもなってきて、うん、仕事には慣れ始めた時期ではあるんですけど、そういう時こそ慣れがミスを生じさせるのもあるかなと思って、こういうところ気をつけといた方がいいよっていうのがあれば教えてください。まあ、先生術で言うとちょっと気をつけた方がいいなと思うのは4月の9日日食があります。でこの前後の星の配置がちょっとね気がかりではあるんですよね。で火星という星と土星という星が魚座で接近するんですよ。で火星っていうのは戦いの星で熱い星、土星は現実とか厳しさとか冷える星だから火と氷が一緒にガッとくる感じなので、うん、ちょっとね頑張りすぎちゃうとか、うん、アクセルを吹かしながらブレーキ踏んでるみたいな、そういう感じがちょっとあるから、うん、この4月の上旬この頃っていうのは、まあ、頑張りすぎない、新年度だからみんなちょっと張り切っちゃう感じはありますよね、うん、自分の中でこう空回りしちゃうようなイメージがちょっとあるんで、そこは空回りしない、もう思い切ってやっちゃってもいいかもしれないし、完全に気持ちを切り替えて、でここはもうやらないんだったらこれは私の仕事ではないっていうふうに完全に切り替えるっていうことが必要かもしれない。木星があの牡牛座にもあるし、うんうんうん、新年度はスロースタートでも、あ、そうですね、うん、いいのかもしれないです。最初にちょっとあなんかうまくいかないみたいなことがあっても挽回する機会っていうのは必ずあるので、うんうん、あんまり焦らなくていいっていう感じですかね。そうですね、うん、4月の上旬に気負いすぎないっていうのが一つ大きいかなと思いますね。はい、長期的な感じで言うとオリエンタル占星術というあの月の動きを元にした魔灯用の占いがあるんですけど、それであの七曜良質といって、うん、すごく物事が極端に触れる、出来事が起こりやすいみたいな時期というのが、だいたい平均的には1年のうちに1ヶ月から2ヶ月弱ぐらいなんですけど、ここのところものすごく多くて、今年は90日くらいあるんです。それであの前半の1月と2月は、まあ、ちょっといろいろありましたけど、あそこがあの結構長い間必要良質だったんですね。だから普通に収めようと思ってるのになんだか分かんないけど喧嘩になっちゃいましたみたいな、そういうことっていうのが割と起こりやすい時期なんですよ。それは、まあ、1月2月で終わってんですけど、秋口9月と10月にまた今年やってくるんですね。だから、まあ、その時期にうまくいかなくても、いや星が悪いからもう少し待ってからみたいな感じで決着をつけに行かないみたいな。なるほどねここでもうあのちゃぶ台返しみたいな気持ちにはなってはいけない、うん、それよりは少し待った方が、うん、まあ、あるいは待つかそれより前に決着つけた方がうまくいくことがあの多いと思うので、うん、皆さんあの9月10月思い出してみてください。はい、秋口は決着をつけに行かない。大事ですね。星回り的に結構ね緊張の強い星回りではあるんですよ、うん、だから あんまり焦らないでちょっとスロースタートでもいいんじゃないかなっていうふうに思っています。10あるうちの6とか7できれば上等かなっていうような意識でいけばいいんじゃないでしょうか。私は割とこだわりみたいなものからこう自由になって、うんうん、あの過ごしてほしいなっていうふうに思うんですね、うんうん、なんかみんな思い込んでたりこう人がこうだからみたいな感じで固定観念になってること、それ取っ払ってみたらすごく楽みたいなことっていうのはこの時期
たくさんあると思うので、そういう固定観念に縛られず過ごしてみるとうまくこう流れに乗れるんじゃないかなと思うので、自由になってみてください。ちょっと辛いなと思ったらゆっくりしろとか自由になれとかって言ってたなって思い出してもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。2024年度どういう1年になっていくのかなっていうのがちょっと我々としては気になるところなんですけれども、いかがですか？7月の21日に太陽系の惑星の中の木星という星と天王星という星が接近するんです、ね、でこれは結構今年の1年の中でも大きなハイライトの一つだと思うんですね。これは13年から14年に1回起こるサイクルなんですけど、木星っていうのは拡大と発展を表し、天王星っていうのはまあ、大きな革新とかブレイクスルーとかを表す。特に天王星って技術とか、木星と天王星が接近するタイミングって毎回ね大きな技術革新が起きたりとか、うん、宇宙開発とか飛行機、うん、大地だけではなくて空に向かっても何かできるようなね。牡牛座っていうのは、ね、お金を表すので、うん、ある種こうバーチャルなお金とか、うん、なんかこれまでの貨幣とは違うようなものっていうのが出てくるかもしれない。そうそう、もう金本位制じゃなくて、うん、いろんな価値観がこう現れるので、うん、お金の決済方法って山のようにあるじゃないですか、うんうん、もう数年前までは現金とカードぐらいしかなかったけど、今もうなんかいろんな決済方法があるし、利息っていうのもいろんなこうパターンがすごく増えてきてるような気がしますね。あ、そうか、今ね国を挙げてのその新年ですって、まあ、なんか国を挙げて言われるとちょっと私なんか大丈夫なんだなと思っちゃいますけどまあ自分でねよく考えて、うん、いろんな意見を参考にしながらお金のことを自分で考えられるようになるっていうのは一つ選択肢が広がるのはいいですね。そう、ものすごく選択肢が広がってくると思うのでみんなも自由に考えていい、物とかお金とかの付き合い方を自由に考えていいのかなっていうふうに、そういう時期なんじゃないかと思うんですね。ね、だからボイラーの読者の方なんかやっぱりそういう情報もたくさんね紙面にも載ってるし、うん、若い世代の方の方が柔軟に考えてらっしゃるかなっていう感じがしますよね。自分の感じる豊かさを大事にしていい時期になったのかなっていうふうに思いますね、うん、そうですね、うん、魚座の方とかね乙女座の方とか、うん、その土星が今ドンピシャで来てるんでちょっとしんどい人多いんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、実際僕も楽ではないしんどい、自分書いてる発信する側なんですけど、最近新年他の方の原稿をいただくようなことがちょいちょい出てきて、うんうん、自分が土星の役割をしてるな、土星っていうのは責任とか枠組みを作る、うん、これ見ていらっしゃる方は枠組みを他の方がある意味作ってるんですね、うんうん、でそこに合わせることがしんどい、それからワイラ世代ぐらいだったら少しスケールは小さいけど自分も枠組みになっていく、うん、これから入ってくる若い人たちに対してのお手本を見せなきゃいけない、なんかちょっとね教えてあげなきゃいけないことも出てくると思うから、うん、今しかできない体験だし今の自分が作れる大きな形っていうのが多分あると思うんですね、うん、でそれが特に魚座の方とか乙女座の方っていうのは体験してるはずなんで、うん、7年後とか15年後それからもっと言えば29年後土星のサイクルで考えると、うん、あの時やっといて本当に良かったなって絶対思う、うん、土星って実は若い時の方がものすごく辛く感じて、うん、こう年を取ってくるとこういうものかみたいな感じにはなっちゃう部分もありますけど、あとベターに言うとねちょっとね歯が痛くなったっていうのは土星っていうのは歯とか骨を象徴するんですね。そうそうそう、うん、で僕 2、3ヶ月に1回歯医者行ってるのに、なんでこんな痛くなるのって、土星じゃんとこんな当たり方するかっていう私もちょっと経験魚座の方乙女座の方歯にはお気をつけください。気をつけましょう次回の動画はお二人に十二星座別の運勢についてお伺いしていきます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。